来るのを本当に待ちわびてた。君がどうなのかなんてのは聞かないでいいよ。一度は盗まれた自転車、行きつけの古いスーパー。君が隣にいることが少し不思議だよ。季節の変わり目がそよ風をゆっくりと吐き出した。君と感じられてよかった。Yeah.